こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では夏服で失敗しがちな5つのアイテムをですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。8月に入ってですね、夏服の男性も多いかなと思うんですが、街でですね、よく30代40代の男性を観察しているとこれはあんまり着ない方がいいなっていうアイテムをですね、身につけている方を結構見かけるんですね。なかなかそういったものって自分では気づけないかなと思うので、このアイテムはなかなか素敵に見えづらいので、こっちのアイテムを着た方がいいですよというようにですね、今回は具体的に皆さんに解説をしていきたいなと思っています。まあ、こちらのチャンネルでは30代40代の大人の男性に向けてファッションの基本ですとか最新のトレンドをですね、分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではここからは実際に NG のアイテムをですね、一つずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1点目はプリント T シャツですね。これはですね、結構着てる男性が多いかなと思います。皆さんもですね、必ず1枚や2枚はタンスだとかクローゼットの中にあるのかなと思っています。まあ、プリント T シャツってパッと見ってなんかおしゃれに見えやすいじゃないですか。特に英字のプリントなんかしてあると、それだけでなんとなくかっこいいような雰囲気が漂うかなと思うんです。ただこういったものっていうのはなかなか難易度が高いかなと思うんですね。T シャツっていうアイテム自体カジュアルなのに、そこに対してプリントが入ることでさらにカジュアルさが加速するわけですね。そうすると僕たち30代40代の男性の雰囲気と T シャツのカジュアル感がなかなかマッチしないんですよね。ですので僕たちの年齢ぐらいになると少しきれいめなアイテムを取り入れた方がバランスが取りやすいのかなと思っています。まあ、プリント T シャツは僕自身は好きなんですけども、選ぶのって結構激ムズなんですよね。どんなブランドで買えばいいのかとか、どういった色でどのようなバランスのプリントだったらいいのかっていうのは結構プロであっても選ぶのが難しいアイテムなんですね。ですので気軽に適当にトライをしてうまくいくようなアイテムではないということを皆さんもぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。まあ、身近なところで言うとユニクロの UT なんかは様々なバリエーションのプリント T シャツがありますが、あの中にはもちろんですね、素敵なものもあるんですが、そういったものを選び取るのは相当センスがないと難しいかなと思います。ですのでここではもう明確にですね、プリント T シャツには手を出さない、これをですね、一つのスローガンとして掲げたいなと思っています。ある程度おしゃれを理解してセンスを磨いた上で初めてですね、このプリント T シャツはトライをしていいものだと思いますので、まずは無地系の T シャツから着た方がいいかなと思っています。まあ、具体的なおすすめとして挙げたいのが、例えばセレクトショップの中でも比較的価格帯がこなれているユナイテッドアローズグリーンレーベルの無地のポケット T シャツなんかが使い勝手がいいかなと思っています。こういったものであればシンプルな無地 T シャツよりもポケットがついているので、ちょっとしたアクセント的な要素もあって、そこまで退屈に見えすぎないかなと思っています。もちろんですね、柄なしのもの、シンプルな無地のものを選んでいただきたいんですが、色に関しては白のようなパキッと明るい色か、もしくはネイビーだとかブラックのような濃い色の方が着こなしは構成しやすいかなと思っています。なるべくですね、カジュアルな T シャツというのはシンプルにまとめ上げた方がいいかなと思いますので、プリント T シャツではなくて無地系の T シャツというとところをですね、皆さんには揃えていただきたいなと思っています。はい、続いて NG アイテムの2点目なんですが、これはですね、半袖のチェックシャツというアイテムですね。これはめちゃくちゃ難しいアイテムかなと思います。どこが NG のポイントなのかというと、まずはチェック柄というところが激ムズだということを皆さんには理解していただきたいなと思っています。柄にも様々なバリエーションがありますが、その中でもチェックっていうのは割と子供っぽくカジュアルに見えやすいものなので、僕たち大人の男性にはですね、なかなか似合いにくいアイテムなのかなと思っています。まあ、夏場だったら半袖のチェックシャツ、冬だったらフランネルのシャツ、通称ネルシャツってやつですね。そのチェック柄もですね、これまた難しいんですね。僕たち30代40代の世代はチェック柄のシャツは選ばないようにした方が絶対にバランスがいいかなと思っています。まあ、その中でも例外があって、ギンガムチェックのシャツと呼ばれるような2色で構成されていて、チェックの柄が小さいものに関しては合わせ方次第で素敵にも見えるんですが、ただですね、それも単体で半袖で着るとですね、なかなか素敵には見えづらいので、この際ですね、チェック柄のシャツというところは諦めた方がいいのかなと思っています。そしてさらに言うと、半袖っていうのもなかなかですね、似合わせるのが難しいポイントなのかなと思っています。まあ、長袖のシャツであればちゃんと腕周りが隠れるんですけど、半袖って二の腕あたりが見えますよね。
ここがですねタプタプしてたりするとなかなか素敵に見えづらいというところがあるんですね。ですので僕は 4,5 年前に書いた本では半袖のシャツは NG ですという形でよくお伝えしていたんですね。それぐらいですね半袖というだけでなかなかですね素敵に見えづらいというところがあるんですが、最近はトレンドが移り変わって、そんな中でもですね半袖シャツというところが以前よりもだいぶ多く出るようになってるんですね。例えばトレンドのオープンカラーシャツなんかはまさに半袖のシャツかなと思うんですが、こういったものの方がはるかにですねチェック柄のシャツよりは大人の男性には似合いやすいかなと思っています。半袖シャツを着るのであればトレンド感が漂うオープンカラーシャツ、色に関してはブラックだとかネイビーのような濃いものを選ぶことで半袖のカジュアルさというところを少し和らげてあげるとバランスがいいのかなと思っています。このオープンカラーシャツに関しては先ほどご紹介したようなユナイテッドアローズグリーンレーベルですとか、身近なところで言えばグローバルワークですとか、こういったところに行けばシンプルなものが揃いやすいかなと思うので、ぜひそちらをですね買い揃えていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はボトムスなんですが、これもですね未だに多くの男性が履いているのでぜひ取り上げたいアイテムかなと思うんですが、七分丈のチノパン、これもですねもう大 NG アイテムかなと思っています。確かに今年の夏なんかめちゃくちゃ暑いのでフルレングスの丈のパンツっていうのはなかなか暑くて履きづらいかなと思うんですね。ですのでちょっと七分丈ぐらいのものになれば涼しい感じがするかなと思うかもしれないですが、これがですねなかなか激ムズなアイテムなんですね。この七分丈というのが中途半端なんですね。どうせ履くのであれば短パンぐらいに短くしてしまうか、もしくはですねフルレングスはなかなか難しいかなと思うんですが、九分丈ぐらい、くるぶしが少し見えるぐらいのパンツを履いた方がバランスとしては整いやすいのかなと思っています。七分丈で微妙に足が見えるというのはですね結構短足に見えるんですね。バランスが良くないのでできればですねもう涼しくするなら短パンですね。これはよく動画の中でもお勧めしてるんですが、グラミチのショートパンツだとか、あとはノースフェイスだとかパタゴニアのショートパンツなんかを履いて足が見える面積を広く取った方が実はですね足長に見えやすいかなと思いますので、ぜひ涼しげに着るのであれば短パンを選択していただきたいなと思っています。短パンがさすがに気恥ずかしいという場合は九分丈のくるぶしが少し見えるぐらいのパンツがいいかなと思いますので、ユニクロのイージーアンクルパンツだとかグローバルワークのエアカルイージーパンツだとか、こういったものであれば少しくるぶしが見えるぐらいで涼しげに見えますし、生地が足に張り付かないので結構快適に履けるのかなと思っています。しかも色に関してはベージュっていうのは結構万能に思うんですけども、意外と合わせるのが難しいんですね。僕たちの中でベージュのチノパンイコール休日のおじさんというイメージがどうしてもつきまとうので、なかなか素敵に見えづらいアイテムなんですね。色を選ぶとしたらネイビーですとかブラック系で引き締めた方がバランスが取りやすいかなと思いますので、あまり頭を使わずにコーディネートを考えるのであればベージュのチノパン、しかも七分丈という選択は切り捨てて、なるべくですね濃い色のもので短パンなのか九分丈のパンツを選んでいただきたいなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、ここからは小物になりますね。夏場はですね結構軽装で皆さん過ごすことが多いかなと思うので、荷物をですねポケットの中に詰め込むと結構パンパンになってしまうかなと思うんですね。そんな時に結構ショルダーバッグだとかボディバッグと呼ばれるものを持っている方も多いかなと思うんですが、これまたですねなかなか素敵に見えづらいアイテムなのかなと思っています。特にショルダーバッグに関してはですね装飾がゴテゴテ入ったものというのは大 NG ですね。これを持つと一気にスタイルがですね子供っぽく大学生っぽく見えてしまうんですね。雰囲気は立派な大人の男性なのに、なんか着こなしが子供っぽいというか垢抜けない感じがしてしまうというのは、こういった装飾が入っているアイテムをですね多用してしまうのが原因なのかなと思っています。ショルダーバッグ自体がかなりカジュアルなアイテムなので、なるべく要素は削って削ってシンプルなデザインのものを選んだ方が間違いなくバランスがいいかなと思っています。僕が特にお勧めしたいのはアウトドア系のブランドもですね、ノースフェイスですとかアークテリクスのショルダーバッグはかなりデザインもシンプルですし、そのブランドのロゴが入るだけでそれがデザイン的なアクセントとしてちょうどいいバランスなのかなと思っています。中でもアークテリクスのマカというシリーズがですね結構ショルダーバッグの中ではおすすめなので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思っています。なるべく小さめなものでデザインはゴテゴテしないこと、これがものすごく重要なので、ぜひ皆さんの手持ちのショルダーバッグも見直して、もしゴテゴテしたデザインのものであればノースフェイスですとかアークテリクスのものに買い替えていただきたいなと思っています。
そして最後5点目なんですが、これはサンダルですね。まあ、NG のものっていうのはこちらの画像のようにですね、めちゃくちゃカジュアルなサンダルですね。まあ、あえて名前は言わないですが、以前めちゃくちゃ流行ったこういったサンダルというのはですね、街で履いてる男性すごくたくさんいるんですが、こういったサンダルというのはあくまでベランダで履いたいですとか、ちょっとしたゴミ捨ての際に履くようなサンダルだと思った方がよくて、これを履いて外に出かけるのは基本的に NG だと思った方がいいかなと思います。もうサンダルというだけでもめちゃくちゃカジュアルなアイテムなのに、その上にですねデザイン的に丸みがあったりですとか穴が開いているようなものだと、どうしてもですね大人の男性には似合いづらいんですね。ですので、もしサンダルをどうしても履きたいのであれば、もう少しきれいめでベーシックなものを履いた方がいいかなと思っています。もう一番定番的なのはビルケンシュトックのアリゾナですね。特に EVA という素材のものであればオールブラックになっているので、結構こういったものであればカジュアル使いに使ってもですね大人の男性にも似合いやすいアイテムなのかなと思っています。そしてもう少しトレンド感を出したい場合は、テーマのサンダルというところが間違いなく似合いやすいかなと思いますので、サンダルを選ぶのであればカジュアルになりすぎないこと、色に関してはブラックで統一をして定番的なテバですとかビルケンシュトックを履くということ、ここさえ失敗しなければですね、まずダサい着こなしになることはないのかなと思っています。はい、ということで今回の動画では夏に失敗しがちな5つのアイテムをですね皆さんにお伝えをさせていただきました。中にはこれ持ってるなというものもあったかなと思います。そういう場合は心配することなくて、今回ご紹介したような OK アイテムに買い替えていただければなと思っています。結構 NG アイテムには共通している項目があるんですけども、なんかですね柄ですとか色とかで遊んでるものとか小技を聞かせたいというような下心が見えるアイテムっていうのは意外とダサく見えがちなので、ここはチェックした方がいいかなと思っています。まずあまりコーディネートを凝りすぎずにですね、シンプルに着こなしを構成するのであれば無地のものを選んだ方がいいと思いますし、あまりゴテゴテとした小技は聞かせない方がかえって大人には似合いやすいかなと思っています。無地の T シャツであったりだとかオープンカラーシャツですとか、あとはシンプルな短パンですとかイージーパンツ、まあ、ショルダーバッグにしてもアウトドアブランドのですねシンプルなロゴのものを選んでもらえばいいかなと思いますし、サンダルに関してもですねなるべく色は単色でオーソドックスなものを選ぶとですね、間違いなく70点ぐらいの着こなしというところは目指せるのかなと思っています。とびっきりおしゃれを目指すというのはなかなか難しいかなと思うんですが、まずは最初の一歩としてダサくない着こなしというところを目指していただきたいなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながらですねアイテム選びというところを行っていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。